も。もしかして買い物してるとこ？洗剤を買いに？サークルの掃除に使うやつ？掃除か。私もこの間学校の大掃除したよ。うちの学校校内清掃の日っていうのがあって、全校生で学校の大掃除したりするんだ。学校が決めた班に分かれて掃除するんだけど、この間の掃除の時は知ってる人ばっかでさ、リサさん、マヤさん、あと瀬田さんとひなさんと同じ班になって、ああうん、たまたま知ってる人と一緒になれたんだ。それは良かったんだけど、瀬田さんやひなさんと一緒なのはちょっと心配だったかな。なんでって、あの人たちと一緒に行動するの絶対大変でしょ。あの人たちいろいろすごいし、やたら目立ってるし、あのノリについていけるかちょっとね。ま、実際いろいろあって大変だったけど、でも思ってたより面白いこともあったよ。瀬田さんとひなさんのこととか知らなかったけど、あの二人仲いいんだよね。ああ、でも仲がいいっていうか、ひなさんが瀬田さんのファンみたいな感じだったかな。ううん、瀬田さんの周りにいる女子みたいな感じじゃなくて、瀬田さんのあのノリを面白がってるっていうか、そんな感じ。そういうの見れたのはちょっと面白かったな。自分の知らないことがわかるのってなんかいいね。え、仲良くなれたか。どうだろう、慣れたのかな。リサさんとマヤさんは相変わらず、学校で会うとよく話しかけてくれるよ。ひなさんも瀬田さんも相変わらずかな。ひなさんは時々変なメッセージ送ってくるし、瀬田さんはよくわかんないシェイクスピアの話してくるし、みんな相変わらずだけど、でも前より少し話しやすくなったかな。